話。はい、おはようございます。これからね、箱根、熱海か、熱海に行きます。熱海おもさんからね、一発、ロマンスカーで行けます。行ってきます。行ってきます。から JR に乗り換えて、で、熱海駅です。何買うの？切符。はい、熱海に到着しました。みぞれがね、降ってるみたいです。おもさん出た時は超晴れてたんですけどね、やばい。今日はね、ちなみに、α7-3 で撮っていて、しかも一番大きいゴリラポットをくっつけてきてます。さあ、熱海の今駅、出てきました。表、ほら、みぞれです。みぞれ、こんなのがいっぱい降ってる今。熱海ね、すげえ人います。今ね、駅に直結しているところのショッピングモール、ビンゴモールって言わないな、なんかわかんない、ヒビルみたいなところでご飯を食べようという作戦です。やばい、ご飯屋さんもね、めっちゃめちゃ混んでいて、ここがね、30分待ちだって。はい、30分待ちでした。そしてこことあっちと席が分かれた。生ビール入ります。ここはね、担々麺と餃子、レオは醤油ラーメンとチャーハンがセットでした。これガチャポンで出たやつを今、100均なのこれ。組み立てたらね、結構かっこいい恐竜みたいなレゴになった。いいね。すごい、重たい雪になってきました。雪、さっきのみぞれじゃなくても。仲見世名店街、ちょこの辺をちょっとパトロールしてみます。熱海はね、今年ね、2回目です。2回目、2月ぐらいにも、来てます。今年もね、これ最近人気の熱海プリンです。すげえ、このラーメン屋も超並んでます。超並んでるな。やっぱりゴリラポット外して小指グリップに今変更しました。やっぱ取り回しがこっちのが全然いい。気温、4度です。4度。さあ、温泉まんじゅう、よいじゃーん、いけ。あ、パパいいのこれ。じゃあパパいただきます。おいしい、おいしい。ちょっとね、ちょっと重なったよね。おいしいよ。ふくふくの湯ね。熱海の駅から徒歩6分って書いてあった。で、この坂道をね、ずっと下って行くんですけど、そしたらね、今途中で専用のね、ホテルのお迎え送迎バスみたいなのが走ってました。次からはもうそれ使えます。すごい、海が出てきた。海が、しかもお天気も戻ってきたんで、今日もね、ドローン持ってきてますからね、久しぶりに飛ばしたいなと思ってます。なんか天気が復活してきて、すげえ綺麗な感じになってます。ここだ。今日のホテルはここです。行きます。まだね、ちょっと早かったのでチェックインできないです。しばらくちょっと待機。すごい時間早いけど、もうチェックインしみたいです。なので行きます。ここに、ベースキャンプを作ります。こんなお部屋です。海、丸見え、いい感じですね。僕の寝室です。さあ、これからですね、温泉行ってきます。これはね、お風呂から出たら寒いパターンです。外なんだよね、これいきなり。レオ、ここだろ、ほら、これで、はい、温泉が1個下です。一応適当にこの浴衣をね、ジャケット代わりに着てきました。はい、あった、はい、大浴場ここです。行きます。やばい、これ遠いね。やばい、これコート着てこないと。じゃん、あんな遠い、さらに遠い。やばい、こんな、これをアウター代わりに着てくるぐらいじゃ全然足んないね、これね。そう、大浴場到着。
行きます。キューベア、キューベア、はい、ご飯行きます。隣の隣のホテル、ホテルじゃないのか、なんか場所に行きます。じゃん、はい、デンスケジャヤっていうところ行きます。よし、うん、もうここがそうなんだ。入ってすぐ、何はい、はい、もう少しだね。はい、ご飯中ガンにしてました、ルイ君。今帰る間際になって起きました、ようやく。残念、君のご飯はコンビニです。やべ、道路行くしかない。ちょっとね、これ映ってるのかな、これちょっと映ってるね。そこのコンビニへ買い出しに行って、でホテルに戻ろうと思います。っていうかね、これ歩道がなくなっちゃってね、ここ歩くの超怖い。はい、熱海のローソンです。現在気温3度。いや、すっごい、ここのおつまみコーナーが、これローソンですけど、半端じゃない、すごいっす。おつまみコーナー満載、満載です、満載。これは面白い、こんな横断歩道あんまり見たことないです。超長っ。